はい、本日はですね、モクティの紹介したいなというふうに思います。モクティというのがですね、こちらの T シャツになるんですけども、こちらがモクティというブランドの T シャツで、以前僕がセレクトショップに行った時にこれが欲しくて行ったんですけど、残念ながら売り切れで買えなかったっていうことで、直営店のオンライン見たらまだ在庫残ってたんで、こちらを今回手に入れたっていう形になってて、こちらのアイテムがですね、ただのグレーではないっていうところで、見た感じはこうパッと見グレーっていう感じかなと思うんですけども、実は糸が一本の糸に出見た時にグレーじゃなくて、実は白と黒がまだらにこう入ってて、遠くから見たらグレーには見えるんですけど、近くで見たら白と黒の糸がまばらに入ってるっていう糸を使ってるっていうことなんで、一応正式にはグレーじゃなくて、黒と白の糸を合わせた木という糸を使ってるっていう感じになるんですけど、そこの会社が作ったブランドがモクティっていうブランドになってるので、普通のグレーではないっていう感じになってて、で、もっと言うと糸になる前のこう綿の面の時に色を入れてる状態になってるので、肌触りが柔らかい感じになってて、やっぱり T シャツで出来上がってから顔料で染めちゃうと結構硬い感じの仕上がりになるんですけど、もう綿の状態からこれは色を入れてるので、柔らかいっていう感じになってるので、着心地がいいっていう形になってます。で、どうしても欲しかったっていう感じになってるんですけど、2つ目の特徴としては、これは日本製、全部日本で作ってて、もう生地からそうですし、縫製から何から何まで全部日本で作ってるっていうところと、3つ目の特徴としては、実は薄く黄色っぽい、蛍光の黄色っぽい色が入ってるんですけど、これは何かっていうと、表記を見ると98%が綿で 2% がポリエステル入ってるんですけど、その 2% がポリエステルの蛍光の糸を入れてるので、こういう感じでこうラインでシュッシュッシュッって蛍光の糸が入ってるんですけど、見てもらうとこんな感じで入ってるっていう感じになってます。はい、サイズ感としては結構ゆったりしてるサイズ感になってるかなとは思うんですけど、これ以外に例えばニット帽とかパーカーとか靴下とか全部このグレーのタイプしかなくて、色違いの白とかネイビーとかブラックはなくて、もうこの糸しか使ってないっていう感じのブランドになってるんですけど、値段がですね、このポケットがついてる T シャツであれば5292円という値段になってて、ポケットがない T シャツやったら4000円ぐらいとかっていう感じになってるので、全部日本の工場でやってる割には結構値段は安いんじゃないかなというふうには思います。ではですね、着用動画どうぞ。はい、という感じで、ちょっと大きめなサイズ感になっているので、僕がジャストで着るんであればおそらく多分 S サイズかなと思うんですけど、今回は、このブランドちょっとオーバーサイズっぽく作ってあるので、M サイズで着用したっていう感じになってるんですが、やっぱり生地がこだわってる分だけ着心地がいいですし、でやっぱさらっと着れるので、夏場で特にこう暑くなってくると綿のガシガシした感じっていうのもかっこいいんですけど、こういうちょっとさらっと着れるのもありかなと思います。ただグレーなんで汗をかいたりとかしたら結構汗は目立つんじゃないかなと思うので、真夏着ちゃうと結構脇とかあと背中とかの汗染みっていうのはもしかしたら目立つんちゃうかなって思いながら、今後着ていこうかなというふうに思ってます。というのがですね、本日はモクティの紹介をしてみたという動画になります。以上ありがとうございました。